あなたの心の賢者タイム、須山拓司です。アニメや漫画より楽しむための動画をお送りしておりますということでね、そんな今回のテーマは無職転生第13話の考察&裏解説。実はロキシーも危なかったというね、そんな13話となっています。アニメで放送された部分のですね、こちら原作4巻を読んだ上でですね、この考察やアニメではカットされてしまったですね、裏解説を語っていきたいと思います。はい、ということでね、無職転生第13話の感想を一言でまとめるんだったら、いや下ネタ多いんですけどというような回となっていました。この13話だけで一体何個のけしからんポイントがね、発生したことか、しかもこれですね、原作ではもっとあったぜ、もっとカットされていたぜということでですね、今回はですね、そんな真摯の注目ポイントを中心にですね、裏解説と考察を語っていきたいと思います。さあそんなですね、前回の話をロキシー視点でね、振り返るのから今回は始まりましたけども、まあ、そんなロキシーはマタイリクでは結構有名というような形となっていましてですね、ギルドに着いたロキシーたちが、まあ、パウロのね家族を探して、まあ、情報収集したわけなんですけども、まあ、と言いつつですね、エリナ・リーゼはどう見てもね、男あさりしてたようにしか見えないんですけども、まあ、一方ですね、ロキシーは、負けてないぜと言わんばかり、まあ、違った意味で声をかけられたんですけども、この相手がですね、ロキシーの名前を知っていたのは驚いたんじゃないでしょうか。まあ、ここからね、原作ラノベでは語られてるんですけども、まあ、アニメではね、そっとさらっと流したんで、後でね、アニメで解説があるかもしれません。そのためですね、ネタバレが嫌な方はね、ここはね、飛ばしちゃってください。よろしいでしょうか。それはですね、このロキシーは20年以上にこうマタイリクで、リカリス・グレン隊というですね、3人の少年パーティーと一緒に組んでですね、このマタイリクを何年も旅をしていたという形となっていましてですね、あのワンクール目に出てきたね、トクラブ村ね、グレン隊というですね、マタイリクの少年はグレン隊というね、名前をつけるのが好きなのかもしれません。そしてですね、その時の活躍が吟遊詩人によって歌われまして、ロキシーの名前がですね、こうマタイリクに広がっている、ね、形となっているそうです。ただね、原作ではあの吟遊詩人が間違った名前でね、広めておりまして、それでですね、ドヤ顔でですね、ロキシーと名前を名乗ったらですね、通じないということで、赤っ端を書いたというね、そんなエピソードがあったみたいなんですけども、ちなみにですね、この3人の少年の馬と豚は見たことあるなーとですね、思った人もいるんじゃないでしょうか。こちらですね、ワンクールームに出てきたですね、ノコパラと、ブレイズとなっていましてですね、このロキシーによると、このノコパラはですね、ひぬけ屋で、嘘ばかりついていたけど、面倒見が良かったね、そんな男らしいです。そしてですね、このブレイズはですね、他人の悪口ばかり言ってたんですけども、まあ、一本ね、芯が通っていた男ということなんで、なのでですね、ルディたちもちゃんと付き合ってみたらですね、まあ、結構いいやつだったのかもしれません。まあね、ノコパラはまだ今ゆすりをしていたんで、変わっちまったのかもしれませんけれども。さあ、そして、この情報収集した3人がですね、夜に集まって会議だったんですけどもね、まあ、エリナ・リーゼはしてたのかというね、相変わらずの突っ込みどころはあるんですけどもね、ここの流れは概ね原作通りだったんですけども、これ原作ではね、期限は3日に決めて探しましょうとですね、最後にこのロキシーがね仕切ってた部分がねこれカットされていました。まあ一応ですね、エリナ・リーゼたちは3日は短すぎるんじゃないのかと言ってたんですけどもね、まあロキシーの方針はですね、無駄のないスケジュールとなっていましてですね、あのルディとの別れも早かったように即断即決というのがロキシーの強みでですね、自分でもそう思ってるんだけど、まあルディから言わせるとですね、その遊び心がない部分がですね、弱点ともなるらしいということで、今回もですね、この街に1週間滞在してたらですね、全く違った結果になっていたとね、語られていました。さあ、そしてこの前回の宿屋から聞こえてきた変な声はエリナ・リーゼのものだったとね、しっかりと明かされたわけです。まあ、12話でね、ロキシーサイドでも描いていたんで、まあ、このあたりは下ネタということでこれバッサリカットするのかなと思ったんですけどもね、ちゃんと見せるんかーいというですね、展開となっていまして、まあ、かなりぼかしていたけどね、そりゃやっぱり海外で配信停止されますわーとですね、もう言わんばかりのね、団体戦が行われていました。今回もですね、エルフのこのファンタジーなイメージを崩すエリナ・リーゼの好き者感満載だったんですけどもね、まあ、エリナ・リーゼも意味なくこういったことをやっているわけではなくてですね、こういったことを定期的にしないとね、死んじゃうというね、呪いをかけられているというのが理由となっています。まあ、どんな呪いだよというね、そんなツッコミはあるんですけども、ちゃんと理由はあるわけです。けれどですね、それにはこの団体戦である必要はなくてですね、まあ、普通に個人戦でもいいんで、やっぱり好き者感は拭えないよねというね、まあ、答えにたどり着いちゃうわけなんですけども、そんなエリナ・リーゼから
あなたも混ざりますと聞かれたら、それは経験がない6子が大暴走するもしょうがないというわけですね。まあ、年齢は結構言ってますけど、まあ、心は乙女というわけなんですけどもね。けれどですね、このシーンね、原作ではもっと長く描かれていまして、実はですね、6子も混ざる寸前、危なかったんだぜというね、そんな形となっています。原作ではですね、声は聞こえたんで部屋には入らず、またやっているなと、まあ、隣の部屋でですね、待っていたんですけども、けれどですね、それが3時間待っても終わらない、エリナ・リーゼツの体力の方もそこらしとなっています。結果ですね、まあ、3時間もそんな声も聞かされ続けた6子はですね、どんどん変な気持ちになってきましてですね、パウルとゼニスの本番をね、覗いていた時みたいに、まあ、一人プレイという名のですね、リモートワークでですね、混ざる寸前とね、なっていたわけです。まあ、手がですね、下に伸びそうになって、危ないとですね、我にね、帰る頃の攻防をですね、3時間何度も繰り返すというね、そんな形だったんですけども、まあ、最終的にですね、もう我慢できるかとですね、部屋に乗り込んで、まあ、アニメと同じですね、結末になったわけです。さあ、そんなこんなね、結局ですね、ルディとは会えず街をね、去ることになったね、そんなロキシーとエリナ・リーゼがですね、まあ、理想について語ってたんですけどもね、ロキシーの理想はですね、迷宮の素敵な男性と出会って、まあ、そこでね、助けられながら、一緒に冒険しながら恋を育んでいくというですね、アニメではエリナ・リーゼね、お子様ですわね、とね、こう、バカにされていたんですけども、原作ではですね、実はそれ、すでにその方法を試していました。というのもですね、魔法が大学時代にですね、それで結婚したカップルの話を聞きまして、これだったら子供っぽい見た目の自分でも一人ぐらいとっ捕まえられるとですね、ルイジェルドもね、危険だといった迷宮にですね、なんとソロで潜っちゃう、まさかの迷宮で、コンツカツ大作戦とですね、恋人作りのためにどんだけ命張るんだよというね、ロキシーさんとなっていました。結果ですね、潜っては見たいいんですけども、そんな理想はあるわけもなくて、最終的にはね、なんと一人で迷宮クリアしちゃったよという形となっていまして、そして伝説へというね、形でですね、ロキシーが有名となった、まあ、ちょっと切ない過去なんかもありました。まあ、アニメではですね、この辺をカットして、まあ、夢見る少女のままというですね、まあ、ロキシーのヒロイン力をアップさせるね、作戦みたいです。さあ、そして、ルディースサイドで、ルイジェルドはですね、捕まった一人としてですね、ガルスの密輸促進へ運んでもらうこととなりました。この辺、アニメではざっくりと解説してたんで、ちょっとよくわからなかった人もいるかもしれませんけども、これね、原作でも同じようにざっくりとしたね、ここの流れとなっています。まあ、ルイジェルドを運ぶ代わりに、まあ、密輸品を解放するというのがね、依頼となっていまして、ただしですね、囚われている人ではなくて、密輸品とですね、言ってたということから、まあ、人間以外のことまで指しているのかもしれません。またですね、ルディたちは連絡があるまで、ね、15日間待っていたと言ったんで、ロキシーたちがですね、仮に1週間滞在してたとしたらですね、まあ、確かにここで会えたのかもしれません。さあ、そして、船といえばイベントの方向、そこから始まるですね、ルディのめくるめく妄想となっていましたけども、まあ、ドラクエラのゲームで起こりそうな海のイベントから、無人島でのお約束タイム、まあ、この辺はですね、しっかりとね、原作が再現されていました。けれどですね、原作では、俺の夜のテクはもっとすごいぜから始まりまして、最終的にはですね、絶対に目が離せないタコの触手プレイがあるというですね、バカ野郎と言いたくなるぐらいね、ルグリーがもうちょっとですね、大暴走した形となっています。またですね、実際に船の上でですね、S 級冒険者パーティーが戦うイベントなんかも発生してたんですけどもね、そこでは個々の能力はデッドエンドと比べるといまいちとですね、ルディががっかりするエピソードなんかもありまして、S 級だったらもっと俺たちよりも強いのかなと思ったんですけどもね、そういうこともね、なかった。ただしですね、連携はものすごかったということなんで、そこがデッドエンドでは物足りないなというね、語っておりました。ちなみにですね、海の護衛の方はですね、そのパーティーが独占してるんで、まあ、他の冒険者、まあ、ルディたちがね、行うことはできなかったようです。さあ、そして、注目ポイントの一つ、船酔いするエリスを解放するルディとなっていましてですね、察しのいい人は気づいていましたけども、まあ、トイレに行った後のルディがツヤツヤしていたこと、そしてエリスがですね、変な匂いがすると言ってたようにですね、賢者タイム確実に発動しておりました。原作の方では明言されております。しかもですね、原作だとここ、いかにエリスがやばい状態で、そしていかにルディがね、それによって爆発寸前かというね、その心理描写は結構がっつりと描かれていましてですね、もうルディのエクスカリバー爆発寸前ということも描かれていましてですね、あとは朝をですね、エクスカリバーと解放するだけとね、もうね、危ないという状態になっていまして、その寸前にですね、トイレに駆け込んで、そして俺は賢者となったというね、そんな攻防が行われておりました。さあ、そんなルディの進撃はまだまだ終わらない。今度エリスを解放するときはちょっと触るぐらいじゃ済まない。ぐちゃぐちゃにされる覚悟で言ってくださいって、もはやそれセクハラの域を超えた男の宣言というようなね、そんなセリフなんかもありました。これアニメではね、まだ船酔いで弱っ
っているためか、なんかちょっと恥ずかしがっているようにも見えましたけども、これ原作だとね、エリスこの時点でも結構というか、かなり元気になっていましてですね、そんな元気なエリスに向かって言ったのでですね、エリスによって殴られるのかなと思ってたらですね、あのエリスも絶句するというですね、意外な反応が返ってくるというね、シーンともなっていました。もはやですね、ルディのセクハラ発言はエリスの凶暴性を抑え込む域に達したみたいです。さあ、そんなコメディな流れからルイジェルドを迎え入れた先ではいきなりハードモードというね、このギャップが発生しました。泣きわめく子供が一人殺されてしまうというね、衝撃のシーンだったんですけども、ここはですね、原作にはなかったアニメオリジナルとなっていまして、これによってですね、シリアス度がグググッとね、上がったシーンでもあります。このですね、子供をさらう奴は皆殺しだとですね、怒り狂うルイジェルドの姿、その気持ちはわかるけどですね、人を殺すことを躊躇してしまうこのルディの気持ち、そんな二人の描写がですね、よりね、明確に伝わるような形になったんじゃないでしょうか。まあ、大まかな流れは同じなんですけども、この一つを加えたことによってですね、見方も大きく変わってくるわけです。またですね、解放された時はですね、まだね、このように緑の、ね、髪が少し伸びていたルイジェルドだったんですけども、あの、密税を始末して、子供たちのところに来た時は、再びね、このスキンヘッドに戻っていました。まあ、子供たちにですね、スペルト族と怖がらせないために、まあ、こっちに来る前にね、これ頭を剃ったと思うんですけどもね、怒り狂っても、まあ、子供たちへの配慮は忘れない。そんなですね、ルイジェルドの優しさもですね、まあ、さりげなく伝えてくる演出となっています。さあ、そんなね、一人を犠牲にしたことによってシリアス度を上げてきたんですけども、なのにですね、少女たちを助けるときはやらしい顔をまた見せるんかーいというですね、そんなルディとなっていました。ここは原作準曲解というね、形なんですけども、まあ、さっきはね、命を奪うことを躊躇するシリアスだったのに、まあ、急にここでまたスケベ心出ちゃうよというね、そんなルディとなっています。このルディのね、調子に乗る性格がどこまでも行っても治らないというね、そんなことを表すようなシーンでもありました。しかもですね、ここ原作だと少年3人少女4人の構成だったんですけども、これアニメだと全員少女に変えられとるやんけ、まあ、ちょっと1人男の子っぽいのもいるけどもね、まあ、全員少女なのかなという形となっています。ちなみにですね、ここ原作だと子供たちは毛布をこれ羽織ってなくてですね、少女たちのあられのない姿をですね、ルディはね、見てですね、にやりにやりとしてたようです。少年たちはですね、見張りに立たせまして、そしてですね、少女たちはね、ヒーリングで念入りにボディチェックとなっていましてですね、大きいのから小さいのまで、パイとオチという名のですね、OP パワーで計測していましたということで、またまたバカ野郎というね、そんなルディとなっています。ちなみにですね、ルディのですね、そんな OP スカウターによるとですね、この語尾ににゃーとつけてですね、ルディをね、大興奮させていた、この元気な猫がですね、OP ババ2番手となっています。そしてですね、このアニメでもヒーリングをかけていたあの犬耳の子がですね、OP ババナンバーワンらしいです。さあ、そしてこの子は黙々の大きな子犬じゃないよ、聖獣様だよとなっていましてですね、まあ、聖獣様と言われている通り、そしてですね、ガルフスが解放してほしいと依頼してきた密輸品はですね、まあ、子供たちよりもこっちが本命なんじゃないかなと思いましてですね、あのルディがやらしい顔をしていたとはいえ、モフモフしてただけでですね、獣族の男はブチギレしてたしねということでですね、まあ、子供と合わせてこの両方の解放がですね、依頼だったのかもしれませんけれども、ちなみにですね、原作だとこの聖獣様、ルディとかあの獣族の男のこの言葉が分かるようなリアクションを見せてたんですけども、これアニメだとね、そこはね、バッサリとねカットされてる形となりました。はーい、ということでね、無職転生第13話をまとめとるせ、エリナリーゼ、エリス、少女たちとですね、今回もシリアスの中にですね、お色気を混ぜてくるのは忘れないというね、そんな作品となっていました。けれどですね、原作だとその中にロキシーも参戦寸前だったぜ、そしてですね、昔は迷宮の中で婚活してたんだぜってね、そんなロキシーとなっていますということでね、こういったアニメや漫画をですね、より楽しむための動画を随時上げておりますんで、チャンネル登録もしくはですね、グッドボタン押していただけたら嬉しいです。それではまた。